はい、どうもパーカーですね。今回なんですけど、ハンバーグをね、食べに行こうかなと思って。まあでもそれだけなら別に大したことはないんですけども、今回食べる店はゴールドラッシュっていう、なんか出川哲朗が大好きなね、ハンバーグがね、このウェブの目の前にあるということなんで、今から行ってきたいと思います。それじゃあね、メニュー見ていこうかなと思うんですけれども、まず一番上、ゴールドラッシュハンバーグ。これ多分ね、お店の名前にもなってるから、一番定番メニューなんかなと思いますね。まあ、それでもいいんですけど、まあ、ちょっと他のもね、せっかくなんで見ていこうかなと。まあ、チーズハンバーグとかね、なんか、いろいろありますね。で、グラムもね、150、200、300って、ね、めちゃくちゃ選べる、もうカウボーイスタイルなんですけれども、で、これ別のトップページ見たらね、なんか、ポンド渋谷ドームハンバーグっても名前見てもわけわからんぞっていうようなメニューなんですけど、まあ、ありがたいことね、そういうのは写真が載ってましたね。うん、トマトとかチーズ載って、ね、すごい美味しそうなんですけど、まあ、その下もね、なんか焼きトマトとラッシュハンバーグって書いてあるから、あれさ、上のやつとどう違うんやろって思いながらね。しかもこれ1ポンドって書いてあるんですよ。僕ポンド非対応ですからね。全くそのどれくらい入ってるかっていうのは分かんないもんですから、ここからね、メニューを選ぶっていうのは少し難しいかもしれません。はい、無事ね、ハンバーグの申請が終わったので、今からね、待ちたいなというふうに思うんですけど、これゴールドラッシュって書いたね、紙エプロンがあるんですよ。これすごい非常に重要なアイテムでして、RPG でもう一番初めにもらえるんで、絶対なくしてあかんやつなんですけど、なんとね、これね、ハンバーグのタレめちゃくちゃ跳ねるから、それを守ってくださいよっていうやつなんですけれども、店員さんがね、目の前でこの熱々の鉄板の上にソースをかけますから、まあそれね、1分くらいひたすらこういう状態が続くんですよね。うん。それをね、待ちながら、ここもね、めちゃくちゃ跳ねてるのがわかると思うんですけれども、ただね、これ怠ると自分のね、服にもうタレがね、めちゃくちゃついてしまいますから、そうなったらね、まあ元も子もハンバーグもないっていう状態で、ね、頑張らなきゃいけないなと思うんですけど、まあハンバーグの紹介をしますと、これトリプルラッシュハンバーグって言って、そのままね、こう3つのラッシュが来てしまうっていうわけなんですけれども、左からね、チーズハンバーグですね。マクドナルドでしかね、見たことないような色のね、黄色いチーズなんですけれども、で、その横がね、これ和風ハンバーグかな、急にジャパンっていうような感じなんですけれども、大根おろしと海苔がかかってますね。で、一番右が、こうハンバーグの上にベーコンが乗ってるっていう、もう肉オン肉のね、うん、すごいハンバーグですね。パーカーチャンネル。はい、じゃあね、この色の三原色みたいなね、ハンバーグからいっていこうと思うんですけれども、すごいナイフの入りがね、ほんと柔らかいの、乗せただけでね、切れるっていうようなわけなんですけれども、はい、それじゃあね、フォークでぶっ刺して今からね、いただこうかなというふうに思います。チーズがね、ほんと美味しそうな色してますよね。で、ご飯とも合いそうなんですけれども、まあね、食べていきます。いや、これ実際に食べてみたらね、予想とは全然違くて、初めは大味かなと思ってたんですよ。結構なんかこんな感じのね、ごつい店だから。うん。でも、なんか思った以上にね、こう、繊細な味というかね、すごいジューシーで美味しかったですね。で、このチーズもね、すごいトロトロだったんですけど、なんか変な癖のあるね、なんか臭みのあるようなチーズじゃなくて、すごい食べやすいやつだったんでね、すごい良かったですね。いや、こうなってくると、一番重要なのは、白ご飯を食べるペースをね、調節するってことですよね。ハンバーグ3つもありますから、それと白ご飯をね、合わせるっていうのはなかなかやったことがないんですけれども、まあ、最後の方にね、米なくなっちゃってハンバーグだけとかにね、それ全米が泣いてしまいますから、全米が米に泣いてしまいますから、それだけはね、何としても避けなければいけません。はい、続いてはね、この真ん中の和風ハンバーグ行きたいなというふうに思います。このね、ハンバーグ3兄弟の中でね、唯一こう、日本人の血をね、引き継いでるやつなんですけれども、うん、こいつがね、果たして美味しいのかどうか。一番ね、なんか見た目的にはそんななんですよね。うん。まあ、そもそもね、こう、ハンバーグと海苔っていうね、組み合わせが合うのかどうかっていうのも疑問なんですけれども、まあ、センターにこう、位置してるっていうのはですね、一番こう、自信があるのかなと思って食べたんですけれども、これね、答えを言うと、めちゃくちゃ美味しかったですね。うん。初めはあんま海苔に期待してなくて、それよりね、こう、大根とね、ハンバーグの組み合わせっていうものをこう、期待してたんですけれども、意外とね、海苔が美味しかったです、普通に。はい、それじゃあね、いよいよ最後のこのベーコンがね、乗ってる魔性のね、ハンバーグいただきたいなというふうに思います。本当ラスボスみたいな感じなんですけれども、ただね、これベーコンね、かなり切りづらくて、もうね、一回取ったらもう全部くっついてきちゃったんでね、もう一気にね、食べたいなというふうに思います。このベーコンから取り残されて残りの半分はね、もう目をつぶりましょう。それじゃあね、この肉オン肉ハンバーグね、オンというかもうアラウンドレベルなんですけれども、まあいただきたいなというふうに思います。これね、ちょっとね、ベーコン手抜いたやつかどうかってちょっと懸念してたんですけれども、もう完全にね、本気のベーコンでした。うん。マクドナルドのね、ベーコンレタスバーガーっていうね、手抜いたベーコンではなく、本気のベーコンでした。ただね、ここに来て、ちょっと白ご飯がね、もう少なくなってきてしまって、いや、まだ3つのハンバーグをね、一口ずつ食べただけなのにと思いながらね、ここからどうしたものかなというふうにね、今ちょっと作戦をね、頭の中でぐるぐる考えてるんですけれども、でね、なんかワンドリンク無料みたいなの書いてあって、なんかいろいろオレンジジュースとかね、確かあったと思うんですけれども、まあ、僕はね、こう水しか飲めない体になってきてるんで、最近は。
でね、これすごい嬉しい誤算だったんですけれども、このお肉とかね、横についてるこういう野菜あるじゃないですか。こういうので大体ね、美味しくないっていうのがね、普通なんですけれども、これね、かなり美味しかったんですよ、まさかの。なんかね、こういうのってね、求めてないのに来るから、残すのもちょっと申し訳ない気持ちになるじゃないですか。でもね、ここのやつはね、ほんと美味しかったしね。あとソースが余ってたんでね、これじゃがいもなんかにもね、ちょっとかけてね、それいただこうとしたんですけれども、これもね、なかなかいい判断ということで、ね、美味しかったですね。まあ大体ね、全部のね、ハンバーグのね、説明ができたかなというようなところで、まあ僕もね、こう自分のハンバーグもね、もう思い思いのままね、無言で頬張っていこうかなというふうに思うんですけれども、でもね、やっぱり美味しいハンバーグ食べるとね、ご飯がどんどん進むっていうのはね、これもう紛れもないね、事実ですから、まあこのままね、ひたすら食べ続けて、先に白ご飯がなくなってしまったとしてもね、僕はその食べ方に一切の悔いはありません。それでね、これ今普通に食べてるんですけど、実はね、僕の横にそのカップルの方がいたんですけれども、その方たちがね、両方とも僕のね、チャンネルを知っていただけてるっていうことね、すごいありがたかったんですけれども、なんかすごい仲も良さそうでね、あ、幸せっていうのはね、こういうことを言うんだなっていうふうに、ね、思い知らされたわけなんですけれども、僕もね、負けじとこう一人でハンバーグをね、食べてこう対抗していこうじゃないかと、そういうふうに思っているわけでございます。まあ、というのはね、置いといて、まあね、そのすごいお二方ともね、すごい優しい方だったんでね、まあ、助かりましたっていうようなところで、まあ、僕のね、ハンバーグを食べるスピードっていうのもね、倍になったところで、これごちそうさまでしたっていうことですね。ではね、最後までご視聴いただきありがとうございました。さよなら。